はい、こんばんは。今日は久しぶりにギターの紹介をしてみたいと思いますが、実はネタがないのです。大体ですね、うちのチャンネルはレビューが多いんですけれども、月曜日はまず食品関係、結構商品が新しいもの出ますのでまずいけると。そしてその紹介しきれなかった分で火曜日もいけると。そして週末はうちの春が紹介するカードの紹介ですね。うちのキラーコンテンツでございますけれども、こちらでだいたい週末はいけると。この週中がですね、なかなか厳しいんですね。何かネタを見つけなきゃいけないと思ってるんですけれども、今日はありませんでしたので、まだ紹介してなかったギターを紹介したいと思います。はい、こちらがですね、これ私は多分これ1台だけだと思うんですけれども、ノンブランドですね。いわゆる名の通ったメーカーのものではないですね。ベトナムかアジアあたりで作ってる、なんだっけかな、アントニオ工房とかいう名前の工房のギターですけれども、これ非常にですね、このプレミアムウッドシリーズっていうのを一時期このメーカーが作ってた時があるんですね。でこれ見ていただくと分かるようにですね、ものすごく材質がすごいんですよ。これ何センチあるんだろう。このトップのですね、このバールメイプル、根っこを使ったメイプルですね。でもこれおそらく1センチぐらいの厚さがある材ですね。で裏は結構マネ詰まったしっかりしたマホガニ。これすごくね、材がいいですね。指板はローズウッドですけれども、ちゃんと貝もね、アバロン貝がちゃんと使ってありますね。このポジションマークですね。はい、でピックアップはハムシングル、ハムの構成でフロイドローズタイプの、アームがついていると。こんな感じでございますね。これ実はですね、買ってからまだ試奏しかしてませんかわいそうに。今も箱から出してきた感じですね。ピッカピカの状態ですね。はい、でもね、多分ね、ピックアップは大したことないですよ、これ。なのでこれはもう完全に材に惚れ込んで買ったギターですんで、そうですね、ちょっと弾いてみてピックアップがいまいちだったら、まあダンカンなりディマジオなり、そこそこ音のいいピックアップを相関してあげようかななんて思っております。はい、こういうちょっとね、ちょっと何ですかね、変わった形というかフォレストタイプっていうんですかね。はい、ちょっと私こういうギター、これしか持ってないですけれども、どうでしょうか。春はこれ気に入るでしょうかね。将来使ってくれたらいいなと思いますね。はい、というわけで今日はごめんなさい、つなぎ動画みたいですが、僕のギターを紹介しました。それではまた見てください。おやすみなさい。